青ザメアイスリースオクシリンカスは、ネズミザメ目、ネズミザメ科に属するサメ。青ザメ属アイスリースには他に化けアオザメが現存する。属名アイスリースは、ヒトシーオというギリシア語に由来し、三日月型のオヒレを指す。種名のオキシは、鋭いリンカスは、クンという意味のギリシア語に由来する。ワミオのアオザメは、体色が青色のサメであることから。 英名の、マコとは、マオリ語で、サメのイ。英名ではさらに、長い胸びれを持つ、バケアオザメを、ロンフィンマコと呼ぶことから、アオザメを、ショートフィンマコとして区別している。世界中の段階域に広く分布する。外洋性。アイスリースオクシリンカス最大で全長400センチメートル、体重505.8キログラム。平均的な制御は、全長約3.2メートル。 体重60から1 3 5キログラム程度である。体型はマグロ類などの高速遊泳魚と同じ流線型。背側の体色は鮮やかな光沢のある青色、メタリックブルー。腹側は白色。その境界は明瞭である。糞は扁平で尖る。目は黒く大きい。第二背びれ、尻びれは小さい。尾ひれは三日月系。おつかには隆気線がある。 両角馬は同型。葉の形状は単線灯の牙状で内側に向かってやや湾曲する。縁は鋭く滑らかで虚子縁を持たない。サメ類の中で最も高速の18ノット以上の速さで泳ぐと言われる非常に活動的な種。毛細静脈と毛細動脈が緻密に入り組んだ熱交換システムのを筋肉の周囲に備え、体温を 周囲の海水温よりも高く保ち、冷たい海水中でも筋肉の運動性を維持できる。体は流線型で水の抵抗を受けにくい。尾ひれは長時間かつ高速の遊泳に適した三日月型である。体性ネズミザメメに見られる卵食型で、胎児は子宮内で孵化した後未受精卵を食べて育つ。3年に一度繁殖を行い。 妊娠期間は15から18ヶ月。産子数は4から25尾で、生まれた時のサイズは60から70センチメートル。成熟年齢は、オス7から9歳、メス18から21歳。寿命は29から32年と見積もられている。世界的には重要な漁業対象種であり、マグロやカジキを対象にしたハエナワや、流し網などでも混獲される。 またスポーツフィッシングの対象種である。日本での1992から2009年の水揚げ量は800から1500トンで、サメ類全体に占める割合は4から8%。肉は、ソテーや、刺身味噌漬けになるほか、練り製品の原料にもなる。ヒレはフカヒレに加工される。脊椎骨や雁骨、皮、肝油などが利用される。引きが強く針にかかると空中に、 ジャンプするのでスポーツフィッシングの対象種となっている。地中海周辺地域ではステーキなどにして食べるようである。美味と言われている。日本ではヨシキリザメと共に高級ハンペンの材料とされる。青ザメのフカヒレは通常出回っているヨシキリザメのものより高級とされ高値で取引されている。気象が荒く人に対しては危険な種とされているが、 今までにこのサメが起こした事故はあまり報告されていない。生息域が主に外洋ということで、人と接触することがあまりないためであるとされる。2010年11月30日から12月1日の2日間にかけてエジプトの公海において、海水浴客3人がサメに襲撃される事件が発生。このうち1人が足と腕を噛みつかれ、片腕を失った。 近くの海域で汚れとともに、青ザメが捕獲されたことから、犯人は当初青ザメとされた。サメが捕獲されたことから、地元当局は、海の遊泳禁止措置を解除した。しかし、その後ドイツ人の海水浴客がサメに襲われて、死亡する襲撃事件が起きており、襲撃したサメは別の種類と見られている。飼育は、サメの中で最も難しい種類の一つで、記録は少ない。 沖縄チュラ海水族館元館長の内田、先蔵によると、国営沖縄記念公園水族館の大水槽では、生かしての搬入は可能であるが、アクリル壁を全く認識しないため激突防止ができず、水槽内に網を張るなど対策を施さなくては不可能と述べている。いくつかの水族館で飼育が試みられており、 シーワールドサンディエゴでは1970年代初頭に90センチメートルの青ザメの飼育実験が行われたが失敗。1978年の夏にサンディエゴ沖で捕獲された1.0メートルと1.4メートルの青ザメに個体を約1時間かけて搬送し、152トンの水槽に搬入したが壁をうまく避けられず、両個体とも3日以内に死亡した。 ニュージャージー州の水族館では2001年にアトランティックシティ沖約 37km 地点で捕らえた 1.07m6.8kg のメスの青ザメを飼育したが餌や婚姻しているニシンにも興味を示さず過去の例と同様に水槽の壁をうまく避けられず5日後に死亡した日本では2016年1月15日に 和歌山県の串本海中公園で小型の青ザメを搬入したが死亡2019年1月5日に神戸市立スマ海浜水族園に搬入し展示を試みるも1月6日までに死亡しているまた同年2月8日に詳細は不明だが室戸廃校水族館にも小型の青ザメと見られる個体が搬入されている同年11月20日に 東京都の火災臨海水族園の大水槽で展示が試みられたが、こちらも11月22日までに展示が終了している。八景島シーパラダイスでは2020年6月12日に低地毛にて婚格された青ザメを円柱水槽に搬入し飼育を試みたが、同年6月14日に展示が終了している。時期は不明だが、 国営沖縄記念公園水族館時代の沖縄チュウ海水族館で最長2日間の飼育記録がある。シボレーがシボレー・コルベット C3 型の原型として発表したコンセプトカーシボレーマコシャークの名は青ザメの英名にちなんでのものである。バケ青ザメアイスリースポーカス。ありがとうございます。